敬語はしない。ラブあげないでいこうか。努力します。敬語取れてない。これで、ラブを全く持ってあげない状態。ああ、映画始まったな。これで、だるいから、寝ろわ。あ、渡さない。俺のもんっす。全部俺の。1万円も俺のだし、俺がパチンコで取った金も俺のもんだし、景品交換で培った金も全部俺のもん。約束できない。私はあなたを支えたいです。それが実現できるなら、夢は、悪くていいのか。このことを忘れないでくださいね。小説家に、逆にさ、小説家になんない方がいいんじゃね？あ、俺が小説を書かないのは、そうだ、ミサ先輩のためなんだ。俺が一人前になってしまって、こっから出て行ってしまうと、ミサ先輩はきっと困るから、自分の存在価値を、アイデンティティを見出せなくなってしまうから、だから俺はいいんだ、このままで。そのままでいいんだ。そうなんだ。俺はミサ先輩のために何もしないんだ。何もしないんでパチンコもやる。寝る。遊びに行く。ゲームセンターに行く。それでいいじゃんか。だって全部ミサ先輩のためなんだもん。ミサ先輩がやれって。俺は悪くねえ。あ、落ち込ませてしまったようだ。じゃあ寝るか。いやー、今日も一日お疲れ様。あー、起きたから寝よう。あ、渡さないっす。俺のもんなんで。全部俺のもんなんで。あ、渡さないっす。え、私らお金、何に使ってます？え、まずい、パッチ言ってるのがバレたか？あー、小説とかやってますけどね。今日見ちゃったんです。ガックンが自動給油機の遊戯施設から出てくるところ。遊戯施設って店のこと？すいません、ついていこう。これで稼いだお金は先輩の贈り物に使うんで。え、謝らないでください。怒ってないんですよ。そのお金、1万円で足りるのかなって。どういうことだ。私、ガックンの夢ややりたいことを応援するのが生きがいなんです。それが小説家って夢じゃなくてもいい。私のそばにいてくれるなら、どんな望みでもいい。だから、正直に言ってください。俺は、あの日、俺は作品を応募しなかった。全く作品が書けていなかった。ということもあるが、もっとやりたいことができたのだ。それは、おはようございます。はい、今日の分ですよ。ありがとう。最近は早起きさんですね。小説書いていた頃よりも。ああ、早く並ばないと、いい台座れないからな。今日は私、19時頃に帰ってきますね。夕ご飯はそれからでもいいですか？いざと一緒に食べられればいつでもいいよ。嬉しい。あ、じゃあ、行ってくれ。はい、行ってらっしゃい。ガックン、最近は前よりキラキラしてるかも。こうやって一緒にいられて、私には贅沢すぎるぐらいだよ。だから、ずっと一緒にいてね。たとえ、どんな形でも。これなんだ。ハッピーエンドってこれなんだ。俺はパチンコ打っていいんだね。だって無限に金がもらえるんだから。打つよ。そして帰って、まあ、パチンコで外れても、めちゃめちゃ疲れた通常回したとしても、この親愛なる先輩が慰めてくれるんでしょ。いやー、最高よ。これがラブですよ。これが本当の愛はここにあったんだね。あ、やべ、ヘッドホンしちゃった。
じゃあこれで寝るか。ゼロパーで自信満々でくさ、小説できてますけどね。あ、俺の頭の中には。あ、お疲れ様。おかえりなさい。いやー、もう渾身の小説見ます。ゼロキロバイトっすけど。あ、え、何、おかえりなさい。え、ただいま帰りました。ガックンも今日もお疲れ様。おかえりなさい。え、何、あ、もう話題に触れなくもなったってこと。ただいま帰りました。ガックン今日もお疲れ様。お帰りなさい。ただいま帰りました。ガックン今日もお疲れ様。お帰りなさい。ただいま帰りました。ガック今日もお疲れ様。あれ待って、あれこれバグって永遠に5日間をループしてる。嘘でしょ。確かに小説のことを何も触れられずに、そしてずーっとこのままお帰りなさいを繰り返し続けてるんだったら幸せですわな。ずっと幸せだ。ありがとうございます。そっか、俺の幸せはここにもあったんだね。なんでパクるんだよ。次に小説を書いたら多分いける。よし、書くぞ。見せられるかな、最高の小説を書いてやる。スピッツ。あ、これで気合入って 60%。 いいぞこれ。よし、笑って泣けて感動できて爆笑できるやつにしよう。うん、どうしよう。恋愛小説とこのスバー混ぜたような感じにしよう。あ、あ、そうだ、いただきます。いただきます。ガク君、小説書けましたか。ええ、というかもう出しましたよ。え、ちょっと早めに出したんですね。はい。俺の作品は賞に応募するようなレベルじゃなかった。なんとか形にして早く終わらせたくて出しただけ。回答を丸写ししてわざと間違えたりもした。宿題を提示した時みたいに。選考は通るといいですね。今回は多分ダメだと思うんです。ガックンなら大丈夫ですよ。ガックンの作品は素敵ですもの。その魅力に気づかない世界の方が変って感じです。先輩のアクレー声だけが部屋に響く。そのまま揺れは吹けていった。そして発表の日。ドキドキですね。うん、ページが見られない。なんで先輩の方が緊張してるんすか。結果はさすがに無理だろうな。一次選考すら通っていない。当選だ。あ、残念でしたね。ええ、仕方ないです。仕方がないですか。うん、そうですよね。あの時は時間がなかったんでしょ。5日間で仕上げるなんて大変ですもの。うまくいかなくて当たり前ですよ。そうなんですよ。もっと時間をかけられていれば賞をもらえましたって。不思議だ、言葉にするとそんな気がしてくる。ミサ先輩が言ってるんだ、それが事実なんだ。次がありますよ。だからファイトです。わかってます。次ですよね。次はもっと本気で時間をかけて書こう。俺が全力を出せば賞だって楽勝さ。次だ、次。だからここで頑張ってくださいね。ああ、でもよ、エンド4の方が救いありますよね。多分3は本気でやらないパターンですよね。すべて言い訳を続けると思う。うん、やっぱ4が一番いいと思うよ。うん、おそらくね。あともう少しで締め切りか。受賞できるとは思えない。でも書き上げるんだ。それに、もう決心がついている。こんな生活、いつまでも続けられない。ガク、執筆お疲れ様。作品読んでもいいですか？はい。どうぞ。ありがとうございます。じゃあ、早速。うん。どうでしたか？あ、よかったですよ。きっと賞だって取れちゃいます。そう思いますかね。自信がなくて。たとえ落ちてもまた挑戦すればいいじゃないですか。私が応援しますから。いえ。
先輩、今回落ちたら実家に帰ろうと思うんです。え？こうしていつまでもすねかじってるのは良くないじゃないですか。もう先輩に迷惑かけられません。私の応援が足りなかったんですよね。もっともっとガク君の小説も読むし、何だってしますから。私、ガク君のママよりガク君を肯定してみせます。なんでですか？嫌なんですか？私と一緒にいてくれないんですか？すいません。この状況じゃ一生、俺が俺を肯定できないんです。寝室に行きます。夕飯はすみません。今日は食べません。待って。ミサ先輩の悲痛な声が聞こえる。だが、俺は答えなかった。もうやめよう。ラノベ作家を目指すふりをして、甘え続けるのは。夢が叶わなくても、死ぬわけじゃないんだから。数ヶ月後、蝶に落選したことを確認した俺は、自らの少ない貯金を置いて、ミサ先輩の家を出た。今は地元で、なんとか滑り込んだ会社で働いている。給料は安いけど、衣食住とネットがあって、家に帰れば家族がいる。それだけで十分だ。でも何か大切なことを忘れているんじゃないか？また、夢を諦めると、素直に人の小説を楽しめるようになった。本来はこれが正常なんだろう。ミサ先輩からは、時折メッセージが来ていたが、最近は来なくなっていた。先輩なら、俺よりも余裕で一人で生きていけるだろう。いや、違うんだよ。弱い人なんだよ、君が。その側面を見ていないだけで。これでいいんだ。これで。いやー、エンドツーク。僕たちの失敗。多分救うのはこいつというか俺じゃないかもしれないけれども、でも多分違うんだよ。よし、とりあえず最後いきますか。これで執筆をするとタッチだもんね。よし、これで最後。あ、やべ、間違えた。ちょっともう、一回更新しますね。そう、もっと前か。5日の最初の日だから、そっかそっか。いやー、このルート見たくないよー。なんか、パチンコ屋の上り見て満足しといてください。今すぐ出すんで。4日目で執筆をしましょう。よーし、気合が入るぞー。最高のエンドを一緒に見よう。てか、紐の状態がもうえぐいからな。でもそうなんだよな。自信がある。もう本当に自信がありますからね。 100% いきましょうか。よし、そして最後のアンサーで、もちろんですよと書いて、さあ行きましょう。執筆する。よし、これで最後だ。エンド2の悲しい道は見ちまったからな。きっと幸せになりたい。二人で、行きましょう。ただいま帰りました。ガクも今日もお疲れ様。お帰りなさい。ミサ先輩、俺の小説、見てもらってもいい？さっきと全然違うね。わ、完成したんですね。ぜひぜひ。先輩は、真剣な表情で小説を読んでいる。エンド2の時ってさ、あって言ってたから、多分ダメだったんだろうね、完全に。でも、エンド1の小説は多分本気で向き合ったものだと思うから。今回の作品は、俺が出せる力の全てを注いだ。先輩の感想や、ショーの結果がどうあれ、後悔しない出来だ。ありがとうございます。よかったです。特に、主人公が囚われたヒロインを助け出すシーン、とってもワクワクしました。でも、一つ、聞きたいことがあるんです。どうして主人公が転生して活躍するお話を書いたんですか？どうしてって、伊佐先輩の目、嘘はつけないな。
一番流行ってるからです。ただのファンタジーは今時みんな見ないし、土俵に上がるにはこのジャンルにするのがいいんですよ。この土俵って競争相手でぎゅうぎゅうですよね。いやでもこの思考になったのめちゃめちゃいいな。すべての大衆とか当たり前のことを否定していた主人公がこうなったんですよ。ガクの作品が見えなくなっちゃうかもしれませんよ。それはそうですけど、私小説を書いたこともないですけど、5年前に見せてくれた小説の方が私は好きでした。あれですか、高校時代にちまちま書いてたやつですよ。設定ばかり膨大で古臭い騎士物語で、この小説よりも質が低かったじゃないですか。ううん、それでもガク君はこれが大好きで書きたいんだっていうのがいっぱい伝わってきました。確かにあれはやりたいことを全部詰め込んでいた。最近はなんとなく売れそうなものをこんなもんだろうって気持ちで書いたけど、そんな中途半端なものじゃ本気で人気であるに挑戦して売れ筋を狙う作品にはかなわないだろう。それだったら自分が書きたいものを本腰入れて書いた方がマシなのかも。先輩、この章は一旦この作品を出します。でも次はもっと違うものを書くかもしれません。ガク君がしたいようにすればいいですよ。はい。おはよう。おはようございます、先輩。朝ごはん食べますか？ガク君が私より早く起きてる。しかも朝ごはんって。いや、簡単なもんすよ。ベーコンエッグもぐちゃぐちゃです。今日は朝から買い物してきたんで、そのまま起きていただけですよ。あ、すごい量の本。最近全然インプットしてなかったので、他の作品を見て何が書きたいか考えてみます。自分の好きなものを突き詰めるか、みんなに受けそうなものを追求するかを決めるのは、その後でいいかなって。そうなんですね。あ、本のお金私が、いや、大丈夫ですよ。というか、これからも。求人雑誌？もしかして、まあ、ずっとお世話になりっぱなしっていうのも、出てっちゃうんですか？私もういらないんですか？ここ出たいわけじゃないですよ。でも、せめて、帰省じゃなくて、同棲にしたいんです。俺は、ミサ先輩と一緒にいたいです。寄りかかるんじゃなくて、寄り添い合えるような関係で。それに、俺の小説を一番最初に読んでくれる人が、いらないなんて、ありえませんよ。よかった。そうだよね。ガク君も、一人の人間なんだもの。先輩？ううん、なんでもない。そうだ、あれ、見に行きませんか？ああ、あれですか。はい、その、映画っすよね。人生を、歩き始める方法。うわあ、めちゃくちゃいい。めっちゃ最高。おはがくエンドとありましたけれども、いや、めちゃめちゃいいエンドだった。いやあ、ハッピーエンドから始めよう。そう、すべてはここから。めちゃめちゃいいエンドだったな。おお、すげえ。エンドコンプありがとうございます。すげえな。おまけのイラストもありました。というわけで、遊ばせていただきましたけれども、いやー、めちゃめちゃ良かったですね。うん、説明書きにさ、これ出したけどさ、いや、もう紐じゃないよね。だって自立してるんだもん、自分で歩もうと思って。クズで終わらなくてよかったと。まあ、別にパチンコが悪いというわけではなくて、ね、やることやらないでパチンコをやったっていうのはダメだったんだけで、そう。なんで、ここからは、やっぱ精進して、自分の気持ちに正直に、やっぱり生きていきたいと思います。というわけで、この配信面白いって思ってくださった方は、評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。もっと面白いって思ってくださった方はね、ベルマークをオンにすると、配信の通知が飛んできますよ。というわけで、あとね、概要欄にね、このゲームの詳細もね、載せさせていただいているので、ぜひとも、遊んで、くださいね。もしかしたら、
俺が見てない術とかあるかもしんないっすよ。というわけで、お相手は、伏見学下じゃなー。スパジアミは後日やらせていただきます。ありがとうございました。じゃなー。いやー、エンドワンめちゃめちゃ良かったですね。でもエンド4もよくね。うん、新しい自分の性質に気づきを得てしまったな。もちろんエンド1が一番いいんですよ。エンド1が一番いいんですけど、やっぱエンド4も、次はエンド5かな。もう人生諦めたら赤ん坊になるか。パチンコ打ちたいでちゅじゃな。そんな赤ん坊すごいな。